ゼブラ株式会社は、ボールペンなどで知られる、日本の文具メーカー。本社は、東京都新宿区、東五県庁。ボールペンでは、三菱鉛筆、パイロットコーポレーションと並び日本国内で、シェアが高い。社名、ゼブラの由来は、シマウマが、団結力のある動物であることから、社員が人の輪を持って、シマウマのように団結して会社を支えてもらいたいという。 理由から。また、島馬は、漢字で、ブチバと柿、王と文の組み合わせから成り立っていることも、理由の一つとなっている。1897年、石川徳松がエンジニアであった、松崎先造の協力を得て、純国産発の高ペン先の開発に成功し、その後、石川ペン先製作所として発足した。1914年には島馬をデザインした。 ロゴマークを商標として採用し、ゼブラペンブランドを確立した。1957年、ペン先に代わる新しい筆記具として、ボールペンの開発に着手。1959年に最初の商品、ナン、no. バー5911を発売した。1963年には社名を石川ペン先製作所からゼブラへと変更。その後も三色ボールペン。 フェルトペン、シャープペンを合体させたシャーボなどの筆記具を開発している。1981年には、世界で初めて、ボールペンインクの逆流を防ぐシステム、ツインボールシステムを完成させ、デラックス、ハードという商品に採用し発売した。1996年、先代の社長、石川秀明が君四等髄法賞を受賞。2014年、 世界初のどんなに力を込めても折れないシャープペンデルガードを発売。芯が折れない、芯がつまらないというシャープペンユーザーの二大不満を解消した。2018年、ペン先や筆記中の振動を極限にまで抑えたボールペンブレンを発売。2020年6月には累計販売数800万本を記録した。ゼブラ製のボールペン多機能ペンとしては、 赤、黒、シャープペンシルがロータリー式にどちらの方向にも動くシャーボや赤、黒、青、緑、シャープペンシルの5機能をコンパクトに収めたクリップオンマルチが代表的である。東京ディズニーリゾートのパーク内限定でキャップにミッキーのデザインが施されたオリジナルのハイマッキーマウスが販売されている。ゼブラで取り扱っている筆記具の多くは 文具店や量販店、ゼブラのウェブサイトで会心を購入することができる。現在、過去のものを含む。ありがとうございます。